皆様、こんにちは。ヨガ部員、鳴沢誠二と申します。本日もよろしくどうぞお願いいたします。私たちは中国美術研究院という形で、全世代ですね、老若男女の皆様に太極拳、健身機構、そして伝統機構、カダゴ金技の普及活動で楽しく元気に行っております。私どもはそれ以外にもですね、文化教育という面や社会活動で様々な分野の皆様との交流も図っています。今回は新しい仕事でのマネジメントですね。私がちょうど意識しているのは渋沢栄一、ピーター・ドラッカー、ランチェスター戦略などのビジネス感覚ですね。そうした観点や考え方での方向性やビジネストレンドなどをお話をさせていただきます。現在ですね、こちらの SDGs、これはサステナブル、ディベロップメント・ゴールズ、ね、その頭を取って SDGs と言います。これは2015年、国連サミットで採択されたもので、2016年から2030年までの加盟国193カ国の達成目標です。ですから、今2021年ですが、あと9年になるんですね。これは持続可能な開発目標、17の目標、169のターゲットがあります。あちらこっちにはですね、いろいろとそういったものが書かれますから、皆さんもご存知と思います。SDGs、17の目標、169のターゲットですね。私たちは、この太極拳、健身機構、中国武術の活動で、すべての人に健康と福祉を、質の高い教育をみんなに、ジェンダー平等を実現しよう。ここを絞っていきます。17のうちのですね。そして太極拳健身機構、中国武術研修、全世代仲良く心身の活性化を図る。そういったことを行います。その思想教育としては、老子ですね。掃除、孔子の伝統思想教育、そういったものも含んでいきます。そして働きがいも経済成長。これは健全な精神は健全な肉体に宿る。その言葉通りですね。ですから健康で元気であれば働きがいも経済成長も可能だと思います。そして産業と技術革新の基盤を作ろう。私どもは新時代型健康産業、そして技能と知性ですね。それ文化教養の教育ですから、コストは非常に低く抑えられます。そして、住み続けられる街づくりを。私どもは横浜市、そして神奈川県全体も含んでいます。これは都市部ですね。海、川、山というものを含んでいますので、非常に自然豊かな環境にあります。そして、今はですね、2021年ですが、去年の2020年は戦後75年だったんですね。数えてみると、25+25+25年で75年だったと思います。今、75歳の方は朝鮮語生まれ。私どもは、代は50歳ですから、戦後25年ぐらいに生まれました。そして、戦後50年目に生まれたのが25歳ですね。その中にやはり、今の問題というのはですね、社会的な課題として解決したいのは、まずは2つ。1つは人口問題です。これは都市部集中ですね。そして、年代別人口の集中。これは少子高齢化とも言うんですが、実は高齢者の皆さんが多すぎるという言い方もできるんですね。それは教育問題。これは背金主義ですね。そしていじめですね。これは学校や職場、ビジネス環境でもありました。それこれからは新しい付加価値ですね。そうした有形の遺産に群がるのではなく、無形資産ですね。生涯健康や元気と、そういった部分が大事になります。そして皆様にも知っておいていただきたいのはですね、この社会環境の状況です。日本政府の厚生労働省発表のデータです。これは国民医療費概況と言います。これは2017年の医療費というのは全体で42兆3644万円です。これは1人頭で割ると30数万円になります。そして日本の政府国負債ですね、これ借金です。これは1066兆円です。2019年の GDP は国内総生産536兆円ですから、まあ、世界3位なんですね。1位はアメリカ、2位は中国です。ですが、1066兆円の負債を抱えています。ですから、そういったことも含めて、私どもはですね、SDGs の計画と合わせてですね、元気に頑張っていこうと思っております。
本日も最後までご清聴くださりありがとうございました。私たち日本国民1億2600万人はまだまだこれからも元気に過ごしていきましょう。またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。